はい、どうもなっしゃー、バンプです。今回は、このシャツンズハイドアウトキーかな。新しく追加されたレフの交換キーなんですけど、まあ、前回動画に出した、ちょっと出してきます、リンクをポッと。これ前回新しい鍵4つ出ましたよ、場所紹介っていうのは出たんで、これを見てない人は見てみてください。それの一つ目の LL1 で交換できる、シャツンズハイドアウト、ウッズの鍵だね。この新鍵、今回ちょっと手に入れたので、手に入れたっていうよりは、視聴者の方が協力していただいたんで、5回検証になるんですが、5回、ちょっと検証していきたいなと思います。はい。で、使用回数が5分の5で、一応もう回ってきたんですけど、かなり美味しい鍵、カードキーも開いてたし、貴重品、あと、アーマー、アタッチメント、あとはカスタムされた武器って感じでした。まあね、5回見ていただけたらなと思います。で、基本的にこれの入手方法としては、レガメダルというものを使って、これはどこで入手するのかと言いますと、アリーナのウィークリーだったり、デイリーでも手に入るそうです。で、先日、デイリーだったりが、タスクが簡単になったっていうことなんで、ちょっと今手に入りやすいメダルなのかなという感じになってます。はい。それではここやっていきます。その前に高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それでは、行きましょう。はい、ってことで、ウッズにやってまいりました。ここね、今回紹介するとこ、ウッズのね、鍵で、この車脱出があるとこね、この集落の、離れのこっちの一軒、家の方か、に新しい新鍵の方があります。うわ！まあ、いっか、ちょっと行っちゃうか。この奥の、1階の部屋だから、ちょっと1階目行っちゃおう。この部屋っすね。周りだけ気をつけながら。すいません。あざす。一旦中身だけちょっと、パパッと見てみます。上にね、アタッチメントがあるのは見たから、ウッズのティアの高いアタッチメントって感じだね。で、雑誌があるね、ここ。イベントの。このあれなんだ。で、この下に、武器が湧いてたりしてた。カスタム系の武器が湧いてたり。で、アーマー、スリックが湧いてるね。だから、そんな、めちゃくちゃうまいってわけではないのか。ほぼ、アタッチメントって感じか。電子機。うわ、ここにもある、アタッチメント機。アリーナからもらえるメダルだから、なんかそれであれなんか、点灯師の鍵だもんね、ここ。で、カードキーがワンチャンとか湧く可能性もまだね、捨てきれないから。そうだ、アタッチメント多めだね。隠れがっぽいから、最初こんな感じですか。あったカードキー、今回アクセスカードキーだけど、カードキー分けあるぞ。今回アクセスだったけど、カードキー分けあるわ。キモ。え、カバンの中も一応見とく。ボルトとか、まあ、カバンの中はいつも通りって感じか。だから一応これね、外から見えるから、ここの脇に関しては。ある時に開けるっていう感じでもいいかもしれないね。逆に。この鍵があったら。わあ、すごいわ。カードキー開けある。なんか今回1回目こんな感じで。カードキー開けられるスリックと、アタッチメントがやっぱ剣闘士のグレガだから多めって感じ。か。カスタムラサスとかなかったね。オッケー。じゃあ2回目。エントリー。うわ、俺カバン持ってきてないわ。すいません、いいっすか。カバン、カバン。ごめんなさい。入りきるかな？さっきのカードキー分けかないか。やっぱ、アタッチメント、カキがあって、今回めっちゃ脇渋いな。さっき比べると。あ、開いてるカスタム。M1A だね、これ。あれの M1A だ。あ、2個武器あるぞ、ちょっと待ってよ。自分の武器一旦落として、よし。ビットコインやろ、この横にも。ワオ。ニュックスパーやばい、めっちゃ開けるわ。で、カバー。あ、ヘッドセットもかかってる、この。あ、上にもヘッドセットかかってるわ。2個あったね、ヘッドセット。で、ここ。で、ベッドの枕元とかもしっかり見ますね。あるものはありませんと。
ていうことなんで、この下ら辺にもなんかあるんじゃないかと。なさげ。こんな感じ。赤いのやつ。あ、M1 やつかな。はい、カスタム今回ね、この、とんでもないセット。と、この、なんだっけ、パート1。あの、タスクのやつのセット。二つだね。あと、プラス、ヘッドセット、ホムタック4とエクセル、あと、ビットコイン脇、アーマー。かなりうまいね。上いないよね。オッケー。3回目。GP コインだった！ビットコインじゃなく、GP コインでした。ここに。ダムがあるってことは、グラブが決まると。何が決まる？ピア最高ピア動きだね。タッチメントが一緒。この、見ていきましょう。アーマー置きなし。ヘッドセット置き。振り分けだね。この下、貴重品で浮分けあり。ああ、おい、動いてるここ、ヘッドに。巻き勝ってるぞ、なんか。リアルピアになっちゃうか。何使ってもこれ。ただ、まだ今湧いてるわ。ちょっと、面倒落ち着いたろ。ちょっと、プレイヤーぞ。M1 じゃない。M1A と M1A の、なんだこれ ?2K18NY って何え、この武器何スナイパーも。あ、あ、あ、ライフル。え、なんだこの武器途中でマージンついてる。M1A の何ですかこれ。え、下に置きは、他には、なさそう。もう、サイズになるから、めっちゃ見るよ。しっかり見るよ。めっちゃないか。で、枕元にカードキーとかもなさそうだから、以上、プレートリー、終わりじゃない。今回ちょっと、脇、武器すごいのが出たね。俺初めて見たんだけど、これ。あとはこんな、アタッチメント系。高いタスクレスだけ。よし4回目の、この脇。パッとでカードキーの脇はないな。いますかね。もう一回。あざっす。4回目。三つぐらいの何拠点ここの奥にもあるの怖いね。スカル。商品はここにあって、アタッチメント。お、ラサスのカスタムじゃん。シンプルラサスかな。デフォラサスがありまして。うわ、武器多いな、ここ本当。あ、スリックだ、また。スリックの上下がいね。で、ヘッドセットが、またここ。なんだろうな。なんか、ここにも商品置いてあるんだ。で、他にもね、商品置いてあるから、しっかり見て。あとはこれかな。特大これを拾ったらおラサスだ。フルカスラサスだ。以上こんな感じかな。ラサスラサスだったね。今回シンプルなラサスと、フルカスラサス。フルカスではないか。もうカスタムされたラサス。ビターピックにスリップ。うまっ。普通に美味しいね。この鍵いくね。さあ5回目アサスいきます。このね、何もね、一応、ドキャンキャンプラ、たまんじゃなんだよな。この辺にもね、カードキーチェックのサイトしっかり見て、ナイフ。アタッチメントは引き拾って、30。で、カスアーマーやと。エクセル、カスセットなぞ。でもアタッチメントはいいね。エクセル、武器はなさそうね。武器はなさそうの。こんなもんだね、今回。ちょっと渋いかも。外れ枠ではあるかも。ああ、ここにあった、まだ。出るっていう。以上かな。これ一応グラボは決まりそうだな。以上、今回こんな感じで。結構多めだね。アタッチメント系統多め。はい、ということでいかがだったでしょうか。5回検証だったんですけど、なんだろうね、検討士の鍵っていうぐらいだから、アタッチメント系統が多くて、武器カスタムが、なんかこの検討士の鍵の人がよく使ってたカスタムが出るのかな。M1A がね、だっけ、ガンスミスパート20だったっけな。なんかそこら辺で使う、ガンスミスのやつらしい。納品に使うやつがそのまま出るっぽい。これ以外にもね、インチェの剣闘士の鍵っていうのもね、今日行ってきたんですけど、まあそれはちょっと次回動画に出します。で、まあそれで開けて思ったことは、剣闘士の、なんかその鍵の剣闘士の特徴によって出るアイテムは変わんのかなっていう感じでした。簡単に言うとなんかウッズだったらなんかアタッチメント系がめちゃくちゃ出て、でインチだったらまあちょっとね、先に出すんですけど、プレートとか強い弾とかそういうのが出てました。はい。インチの方はちょっと
お楽しみに。まあ、明日出すと思います。まあ、以上、そんな感じかな。はい。で、レガメダルに関しては、めちゃくちゃなんか入手しやすくはなってるっぽいんで、皆さんも手に入れたらちょっと開けてみるのもいいかもしれません。はい。で、レフのタスクが結構めんどいんで、最後まで頑張ってあげてください。LL4 かな ?LL3 が、信頼度 0.5 でまでいけば上がるのかな。で、LL4 はね、1.2 だから、アリーナのデイリーとかウィークリーをこなしつつ、レフのタスク、こちらのタルココの方でこなしていくと、1.2 まで上がるのかな。1.2 って相当やばいよ。普通のフェンスとかじゃないからね、スカブ行ったら帰ってきたら上がるとかじゃないから、バカきついと思うけど、まあ、LL4 まで頑張ってあげたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、以上。おやすみ。絶滅危惧種のバンプのチャンネル登録&コメント高評価お願いします。これからも。はい、どうもじゃんしてバンプです。今回はグランピーハイドアウトキー紹介していきます。これね、前回鍵場所紹介したところの二つ目かな。LL2 で交換できる。レフの LL2 で交換できる鍵になってます。で、前回同様、レガメダルで交換になってる鍵になってる、なってるばっかやな。鍵になってます。昨日、このツンズハイドアウトっていうウッズの鍵をあげました。新鍵。今回はこれインチェの新鍵になってるんで、ここ5回検証で少ないんですが、ちょっとね、見ていただけたらなと思います。それでは今回行きましょう。一応脇だけ紹介すると、アーマープレート、アーマーカードキー、フル化された、武器プラス、あのめちゃくちゃ強い弾とかが落ちてます。普通に買えない弾だったりがめっちゃ量落ちる。120発の束とかで落ちてます。そんな感じかな。で、場所的には発電所の電源上げるとこの、あの、浴室っていうのかな、更衣室みたいなところが鍵部屋になってます。まあ、簡単に見ていただけたらなと思います。それでは、どうかな。はい、ということでやってきました。インターチェンジです。LL2 で交換できる、何の鍵かな。まあ、右上とかに編集で出しておきます。このね、インターチェンジの発電所の中の鍵になっていて、右が、なんかいる、スカブか。はい。ここね、電源上げるところがここにあって、ここのね、場所が、LL2 で交換できる新しい鍵になってます。ここ、上げていきます。まあ、5分の5だからね、カードキーとかも期待できるんじゃないかなと。あ、びっくり、スカブか。オッケー、ちょ、一回閉めておくね。オッケー。お、アーマープレート系統だ。インチェだから、あれなのかな、牙みたいな感じなのか。うわ、入りきるかなこれ。あ、すごっ。プレート、やばいね。マップによってあんだ。あ、GP コイン。ビット、え、2枚じゃないこれ今。すごい、2枚重なってる GP コインが。まあ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 、プレート系統が多めと。で、アーマーがありますよ。で、ジャケットに関しては、今回ね、見ていかないと。で、玉脇、BS、PRS。そんな強い玉が確定脇っていうわけじゃない。M995。あ、ティアの高い玉って感じか。マイ AP、落ちてます。で、MK47 のフルカス、かな。うん。この、多分、剣闘士の、使ってた武器が落ちてんのかな。ここにある。奥の部屋がね、結構こう見どころかな。何があるのか。何もない。さあ、電気の中になんか貴重品巻きありそうだが。特にって感じか。お、おー、フルカス。ナイトスコープがついてる。なんかいろいろあるな。ちょっと、俺の持ってる武器落としてみて。なんだこれ、スコープ。で、ある、何レベル4のヘルメット。まあ、強いヘルメット持ちる可能性もあると。ということで、こんな感じのナイトビジョンのアスバル。弾何が入ってんだ ?30 連の、まあ、弾は SP5 か。まあ、以上、こんな感じかな。
うん、取り残し。カードキーもね、どっかに多分脇があると思うんですけど、このテーブルの上とかな、どっかにあるかもしれない。以上、こんな感じか。アーマー、これレベル4のアーマーに、アスバル、ミュータント、そして、プレートが4アーマー、6アーマー、6アーマー、5アーマー、6アーマー。で、GP コイン2。で、強い弾だったんだね、これ。M995 にマイ APS ヘルメット。まあまあまあ、いいんじゃないかな。インチェだからなんかその、アーマー系統が多めっていう場所になってます。ポタ。はい、すいません。取り直しで、ここの上に、なんかなんかすごい、スカ落ちてる。フルカスの。一回目です、これまだ。一回目、取り忘れありました。三つあった時。危な。今なんかあるかもと思って上見たら。上にもありますと。ないよね、この上とかも。はいはいはい。以上。以上です。よし。あざす。うわ、なんかヘッドセット違うね。ちょっと閉めて。これはもうまずいった。テーブルが開きまして、これ、この、ね。待ってそうだ。はい。で、この中の脇は今回なし。ヘッドセット2つ。コムタクツ、こう。うわ、これ多いね。コムタクツ、コムタクツ。で、ナサーゲートは。中も絡めたら大丈夫。弾が IAP。あ、またミュータンこっちだね。これ、デフォラムだ。こいつは。お、MDR だ。白の MDR の、カスタムもあります。多いね。こっち沖縄いいユネット。バスピアも。バスピアも。あれ渋いか今回。今回渋めだね。で、ツーポットって、今回はね、4レベのアーマーに、4アーマーに、このビア。以上、こんな感じか。レベル3プレート、5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 プレート。弱めだね、プレートは。7N40、マイ AP、SSAP、M995、強っ、弾。弾強くて、さっきと出たこれと、これ。MDR。そして、ヘッドセット。ぐらいか。今回ちょっと、渋め。まあ、こういう時もありますと。よろしくお願いします。レッツゴー。シンプル。閉めて、プレートと、これ3枚。これが頑張ってあります。では、パターン。一回パターンは邪魔なんで、ただじゃない。何やもん、プレート、貯金分け、GP、1枚じゃない。これカードキャリソン。で、プレーク、強い球、キース、SSAP、7N40。おぉ、今回めっちゃ詰め。今回やばいな。かそってる。あ、かそってる。あ、かそってる。かそ、かそです。100発か。7N40、120発。弾だけうまい。5アーマー、6アーマー、5アーマー、6アーマーということで、アーマープレートと弾だけ今回良かった。武器脇なかったくない ?4 アーマー。こんな感じか。かすすぎない?本当に?上にも武器脇ないね。あ、かすだな。なんて言い訳なんでしょう。4回目、行きましょう。車がある。オッケー。車すぐ帰れるね。行きましょい。行くぜ。よろしく。4回目。うわ、すごいすごいすごい。あ、すごいだ。あ、すごいだ。あ、すごいだ。すごいだ。嬉しい、嬉しい、嬉しい。嬉しい、嬉しいぞ、これ。このままこれなし。はい、中の脇、なしなしなし。サイド。あ、すごい。すごい楽しい。あ、すごい。わー。それは、M95、アンテージ、アスバル、ナイトビジョン、アスバル、SSAP740、チューメディアのフルカス、拾えない。あ、アスバル、はい、アスバル、プラスアルファ、ヘルメットなし。特にカードキャリバリサイド。同じ。オッケー。武器プラスアルファの6アーマー、5アーマー、6アーマー、6アーマー、6アーマーの7N40、SSAP、M95。アスバルこれかける2。と、白 MDR。はい、どうですか?はい。大丈夫、こんな感じか。コムタック4うまいね。上ないね、上なし。と拾い残しないかだけ、ちょっとパパッと見て。あ、あるわ。なんか拾い残しあるわ、ここ。何かがあるぞ。何かがある。何に反応してる?何かに反応してるよな。見るわ、ちょっと英語を。
グリーンカードキー、グリーンカードキーあった。こう武器脇とか強い弾プレートグリーンカードキー、やっぱカードキー分けあるわ。オッケー、ということで5回目。じゃあでも俺こっから見たい、もうここから見たいないね。もうマジ、おーローレベル6アーマー。あ、上、え、ピーチ、後ろ、頭、そこ、中は、頭ない。うわ、頭うまそう。頭うま、頭うま。はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、頼む。ピーチ、後ろに重ねると思う。普通のピーチ、後ろ、この先。この辺何かがありそうなのかな。そんな気する。下の朝上げの手猫。え、高いさ、オープン。高級パスか。740、120パスってかなり弱いね。ジャケットはね、普通だね。うん。カードキーの上に乗ってるからなさそうだね。ということで、こんな感じです。7M40 が、E90 カスタムの SSAP100 発、M99100 発。え、うますぎない？ M995 だけでこれ200発あるよ、これ。で、M82、20発。あらら。美味しいね、これ。とんでもなくうまいよ。えぐ。はい、ということで、いかがだったでしょうか。これね、5回だったんですけど、結構ね、美味しい鍵ではありますね。アーマープレートとか、56が結構多くて、あとはカードキー置きもね、しっかり見ればあるんで、皆さん見逃さないように、頑張って見つけてください。で、あのね、弾があと、バカ強くて、すぐ集まる場所であるんで、レガメダルゲットして弾欲しい人はここの鍵と交換っていうのもありかもしれません。はい、ということで次の LL3 で手に入る鍵、ゲットし次第検証したいと思いますね。ぜひともね、高評価とチャンネル登録してお待ちください。それではまた別の動画で会いましょう。じゃあねー。絶滅危惧種のバンプーのチャンネル登録&コメント高評価お願いします。これからも。はい、どうもありがとうございました。バンプです。今回はレフの LL3 で交換できるボロンズハイドアウトキーというところね、検証していきたいなと思います。前回LL1、LL2 というね、新鍵紹介したんですけど、今回レフで交換できる LL3 のボロンキーというのを紹介していきます。この鍵ですね、レガミダルで交換できるボロンズハイドアウトキーです。ここね、ショアラインの鍵になっていて、ショアラインの真ん中の発電所の1階にある鍵です。あ、今ね、ちょっと画像を見ながら説明してるんですが、LL3 はこんな感じの交換できるものがあります。これ何なんだろうね、ハゴゴ A1 とかそういうのかな。で、武器はこんな感じ。ラサスだったり、AK12 カスタムされたやつとか、AK74N。結構いいね。いいカスタムされたものが多い。で、アーマーはね、お、普通に、これ5アーマーだよね。腕まであるやつ。で、ウェポンケースにアイテムケースも交換できるっぽいね。で、ウラチ、12メダルで、ウラチ黒交換できる。あとカバンって感じか。はい。はい。ボロンズハイドアウトキーも交換できるということで。はい。まあ、こんな感じです。今回ね、ここを検証していきたいなと思います。前回のね、LL1 と LL2 で交換できた鍵の方を見てない人は、ぜひともね、見てみてください。高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それでは、検証いきたいと思います。レッツゴー。はい、ということで、やってまいりました。ショアラインの今、発電所に来てます。このね、ボロンキーっていうのかな？ボロンズキーっていう鍵は、こうしてね、発電所の1階にある場所になってます。はい、入っていきますね。
敵あんまいないんじゃないかな、ここら辺に。プレイヤー性敵は少なそうな場所だから、安全に漁れる場所ではある。はい、ここ、一階から入って、この上行くと、発電所のね、鍵があそこにあります。あそこじゃなくて、この一階奥入って、はい、ここの場所。ここの場所がね、新しい鍵部屋になってます。ボロンズキーか、ハイズキー。オッケー。お願いします。で、今回ここもね、5階かな。とりあえず何があるかっていうのは見てないから、ちょっと見ていきたいと思います。左入ってすぐに、アタッチメント脇。うん、結構ティア高めだね。ナイトビジョンの5万ぐらいのスコープも落ちてるし、プレートゲート。カードキーがあるならどこなのかな？ちょっとカードキーを見つけたいよね。あ、注射器系統。やっぱあれだ、ウグラボも開いてるわ。やっぱ予想してた通り、ショアラインだから、注射器落ちてたね。で、グラボ。結構ワイプ直後も美味しい部屋になりそうだな。うわぁ、すごー。やっぱ、剣闘士系統の、次は、アタッチメント多いね。で、貴重品分けがこの下に。JP コイン2枚とかかな ?1 枚。この中にもなんかありそうだね、貴重品。あ、もう1個あるじゃん。これはなんだ立ってるだけ。で、アーマー系統。これ多分レアアーマー脇だね。一回これ一回取って、いや。で、アーマープレート。で、今回のあれかなレア脇。10。以上かな。あとね、カードキー分けがね、結構キモいとこにあるから、しっかりそれを見つけていきたい。このガラスの裏とかもないか。真ん中エリア。一応ね、ここね、ここから見えるから、ちょっとだけ。ここから抜かれないようにだけ気をつけてください。最初は。はい、以上かな。こんなもんです。結構ね、アイテム多いね。で、武器が、DML。TX15 の、初めて見たな。こんなカスタムできんだ。の、バリバリカスタムしてるやつ。で、6アーマー、4アーマー、4アーマー、5アーマー、3アーマー、バラバラ。で、ちょっとね、これプラスで、アーマー拾って、の脇だけ見たいね。どこに何があるかっていうの。この奥にも光ってないかだけ。カードキー脇だけちょっと調べたい。よいしょ、こんなもん。下とかにも全然ね、カードキーはあるから、行きたいね。冷蔵庫の上どうでしょう？うわー、そうだね。冷蔵庫の上とか。ここの上にもね、脇あるかもしれないね。まあまあまあ、こんなもんでしょう。取り残しなさそうだ、ね。特に光んないし、大丈夫そう。隙間とか。これね、チラシの間とかによくカードキーとかに落ちてること多いから、行きたいよ。さあ、2回目。いきましょう。レッツゴー！カードキー、チータイム。アドバンスチューブだ。はい、オッケー。はい。中止かけないでください。そんなアタッチメント。美味しいね、ワッフルチ。この上なんだ、酒。ビットコインだ。いいね。よし、こっちなんかな、遊んで。プレート、プレート。この辺にあるんじゃないか、そこまでダイレクトしよう。地面脇は、ない。お、バック、バックだろ。変わらずでしょ、なんか。あ、こんなもんか。でも渋かったね。一回グラブだったからな。あ、来たか。あ、ここに、このスペードに。以上か。あれ、なさそうだな。ない。はい。以上。こんな感じ。カードキーの目撃情報は、掲載してんのかな？ヘイ、3回目。レッツゴー。カードキー分かんないかな？プレート、プレート、プレート、プレート。あ、ペット多いな、これ。あ、ペット多いね。下のペットもなさそう。プレート。うわー、ここにアーマー決まる、今回。カスタマーが出てんだよ。いいね。じゃあ、ブジェッ、ブジェッって。あ、見たことある。あ、あれだな、これ。インチでもあった。MDR カスタム。上なさそう。貴重品は今日はないね。ちょっと待って、物が多すぎる。はい、よし。
ほい。まあこんなもんかね。カードキー枠ならこの辺じゃないかな。ソファの隙間で。ほいよね。枠がこんなもんか。この MDR に、アタッチメント系と、レベル3、レベル4。その他もろもろ。あ、今回レベル6いっか。さあ、ということで4回目いくか。一旦これ出しといて、拾えるように、すごい、ドラマが今まだ。カードキー取れてみたいね。うわぁ、コロンタイのヘルメット。ヘルメットは決まんだ。あ、湧いてた。バイオレットだ。持ってけ、やった。スキアも湧いてんな、あれ。ここだな。普通に何も持ってなかった。でもあるんだ。いや、そう。俺の予想、予想、超予想的中でいいな、これ。まあ、言ったやつ。やっぱ湧くんだね。おう。やっぱどの鍵にもさすが湧くよね。おかしいもんね。そうじゃない。さあ、ということで、軽くね、パッと見た感じ、このドラマに、バイオレットありましたね。と、スピア。と、武器。こんなもんか。沿岸橋とか、まあ、ティアの高いアタッチメントル。よっしゃ！オッケー！ラストかね。さあ、あ、なんか入ってる、なんか入ってる。ご飯が、SG6 が。はい、さあ、5回目、ラスト行きましょう。お、脇が悪いぞ、ここ。トネムギアがどこでもあるんだ。自然にパクっと、ちょっと人気が悪いですね。一旦入れたんですよ。ちょっと邪魔かなと思った。今から入れに行くから、漁ってるから邪魔かなと。お、レドックス湧いてる。すごい。レドが来たんだ。医療は決まる。さっき剣が燃えたからね。え、ここさ、グラボ燃えてるし、何でも燃えてるぞ。しょうがない、結構強いかもしれない。HK の。てかさ、初めて見るか。HK の。え、行くしょ、これ、これ使ってたからさ、カードキー50段の下にあるんだぞ。基本的にカードキーを行くしかないな。ここに関しては、今度し。ああ、MCX の方がスマート。OK、2つ、ここで。ちょっと待ってよ。ほう、ここ入れて。ラスト5回目はこんな感じです。これいつも通りの MDR だね。よく拾う MDR に、HK のフルカス。M4 みたいなカスタムだね、これ。で、MCX。同じようなカスタムばっかだ。ですと。あと、レドックスが出ましたよ。まあまあまあ、美味しいんじゃないですか、これ。はい、ということでいかがだったでしょうか。このね、ボロンズキー、めちゃくちゃバランス的な鍵という印象がありました。LL1 と LL2 で交換できる、ウッズの鍵、インチェの鍵の、なんか、いいとこを取った感じかな。ウッズではアタッチメントがめちゃくちゃ湧いてて、インチェではプレートがめちゃくちゃ湧いてて、それのなんか、両方を少しずつ取った感じの部屋っていう感じでした。で、医療脇もあったり、グラボ脇もあったり、結構美味しい部屋でしたね。で、カードキー脇もしっかりある。ってことで、次のね、LL4 で手に入る、何キーだったかな？ライトハウスの鍵なんですけど、そこがね、手に入り次第、LL4 も頑張っていきますので、ぜひとも高評価とチャンネル登録してお待ちください。で、今ね、アリーナのデイリーとかでもレガメダル結構出やすいので、ここの鍵行ってみてもいいんじゃないかなと思います。それではまた別の動画で会いましょう。じゃあね。絶滅危惧種のバンクのチャンネル登録&コメント高評価お願いします。これからも。はい、どうもじゃんしてバンプです。今回はレオンズハイドアウトキーの5回検証いきたいと思います。これはね、レフで交換できる鍵の一つになっていて、こんな感じでね、レガーメダルで交換するやつの4つ目の鍵になってます。まあライトハウスの鍵だね。前回 LL1、LL2、LL3 でね交換できる鍵っていうのを紹介したんですけど、まだ見てない人はそのね検証を見ていただけたらなと思います。今回はそこの、LL4 で交換できるラストの鍵になってます。ライトハウスの一角にある場所の鍵なんで、多分美味しいはずなんで、はい、最後までね、見ていただけたらなと思います。多分カードキー分けあると思います。それではね、行きましょう。その前に高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。で、レフに関してはね、アリーナをやらないと信頼度が上がらないっていうことなんで、かなりめんどくさいんですが、
美味しいのか美味しくないのか。まあ、ちなみにね、もう結果知ってるんで先にちょっと言いますと、LL4 は別に、って感じかな。LL1、LL2、LL3 で交換できる鍵と変わらんから、正直一番美味しかったのはね、LL3 が安定して美味しいのかなっていうイメージでした。はい。LL4 でもね、まあ、美味しいっちゃ美味しいんだけど、まあ、4まで上げる、その何、あれと、大変さを、なんかね、比較すると、まあ、そうでもないかなっていう感じです。そしたらね、これ行く前に、レフ、どんなやつが交換できるのかっていうのをちょっとね、見せたいと思います。レフのキングで交換できるやつ見ていきたいと思います。ちょっとね、LL4 になった方のやつをちょっと画像いただきました。まあ、こんな感じで、弾、AP だったり、そういうのが交換できますよっていう感じだと、グレポンだったりがね、レガメダルで交換できる。あとはね、スピアとか、MK18 とかも交換できるっぽいね。あとズッシュとか。うん、こういう感じのものは交換できますよって感じかな。はい。すごいね。これもいけんだ。レガメタル16個と交換できるっぽいよ、これ。シックアイテムケースじゃないこれ。すご。だから、アリーナとかやったらシックアイテムケースもね、入りやすいかもしれない。わー、すごいね。いろいろと。アーマーもね。美味しいっちゃ美味しい。アリーナいいな、こう考えたら。レガメタル16枚って結構簡単になったから、レガメタルの手に入れやすさは。16枚集めてシックアイテムケース交換できるんなら全然ありだね。まあまあこんな感じです。レフの LL4 は。ぜひともね、あげたい人はね、交換してみたいなと思う人はあげてみてください。それでは行きます。はい。はい。ということで、やってまいりました。LL4 かな。レフの一番マックスのところの LL4 の鍵。何って言ってんだっけ、これ。まあ、わかりませんが、なんか撃たれた、俺。けど、まあ、場所としてはライトハウスもね、学校エリアだ。アカデミーと言われてるとこだね。で、直脇が美味しかった場所になりますと。はい。で、入っていきます。で、上がって、2階の右側。で、ここの部屋、ここがね、鍵部屋になってるということで、はい、お願いします。いいね。よし、じゃあ、カバン、すいません。カバンお願いします。ありがとうございます。で、ちょっと見ていきます。ここね、カードキー置きもね、結構あるかもしれないんで、しっかりね、探していきたいと思います。さあ、基本的にアタッチメントが多いんじゃないかな。やっぱ、ティア竹机の上に、湧いてると。うまいね、普通に。そして、そして、あ、やっぱポスター全部貼ってあるんだね、一個一個。あ、もしん直置きしてるやん。今気づく。おー、はぁはぁはぁ。うわ、楽しみだな、ここ、おぉ！すげえ。マークドみたいだ。あ、なにこれ？あ、びっくりした。ここ、上にもなんかあります。で、ここね、多分ヘッドセットが多分、乗ってることあると思う。そして、下の方にもアタッチメントがちらほらと、ありますと。こっち探すの楽しいんだよ、これ。道すぎて。プレートも落ちてます。で、ジーニアチ。で、ここ昔、軍用分けだったけど、ここの方にはないのかな。俺、ここ、カードキー、この辺にあると思うわ。なんか渋い。思ったより渋々。まあ、プレートかね。あれなんかまあ、ブキバキ。LL4 が一番渋いか。OK。まあ、つうことでこんなもんか。おぴったり入ってる。プレートがね、レベル4、5、5。で、アタッチメントはまあ、ディア高い感じ。もし、G28。どう？まあ、カードキーちょっと、まあ、あるかもしれないから、まあ、後からちょっと、パパッとね、あったらちゃんと探すか。じゃあ、1回目こんな感じということで。よし、行きますか。沼り、2回目。いいね、天気がいいといいのが出そうやで。あ、カバン、捨てといてください。いやー、なんか出るぞ、いいのが。
よし。オッケー。開いてない。何キーなんだこれ。結局読み方。はい、2回目の。何キーか分からんけど、ここ。あ、しまった。環境を読みたいから。まあ、私の状況ね。はい。待ってくださいね。待ってくださいね。なんか、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 なんか反応しろ、ここ。何が起こってる？何かが、あ、めちゃくちゃヘッドセットだった。何やそのヘッドセット。鍋に置くな。まあ、プレート系統がありますと。あ、お、結構美味しい。あ、これ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 、え？んで、こっち1個ないね。プレート、プレート。ギターは大丈夫か？嫌いか？基本的に、チャキなくないとか。うまい。うまりなし。カスだね。5、5。アタッチメントを X。一番、美味しくない部屋かもしれん。右側の粉も、次回買うときは、どうか光るか、光るものあるか探してください。まあまあまあ、ちょっと少なめだね。1回目と同じく。ちょっと少なめだ。行くぜ。あー、どうだ、こうだ。いいね。お、フライパンの中に脇なんだなって言ってた。カードキーは今日やっぱり探したいよね。傘開けてごめんな。裏とは別に落ちそうにはないか。上の上に。おー、商品置き場あるわ。この中に。今回カスタム武器が湧かないな、あんまり。G28 くらい。あれ？暗い、暗いってね。で、プレート、最高。うわ、もう4段巻いてる。カードキーはどこにあるんだろうな。お、あ、巻いてるわ。なんか光ったぞ。これカードキーちゃう。なんかに反応する。おっと、これはカードキーの可能性あるぞ。絶対カードキーだ、これ。はい？え、MA 巻いてる。待って待って、はい？うわ、珍妙な MA 巻いてるわ。ちっ。おいおい。マジかよ。カードキーであるよ。あ、待って、グミ巻いてある。VPX。あと、カード巻きあるわ。ここにカード巻きだもん。引き続き巻きがあるわ。そして、でっかいなーって見た。待ってね。そして、ジェニーフシャイ。お、スリップマンじゃん。この上に、あれか、アーマー巻きか。なるほど。で、ピカチュウ。ピカチュウ。あ、こんなもんか。カード巻きはなさそうか。あ、スリップって感じかな。以上。あ、だめこんなもん。スリップに、今回一番うまいね。G28 のなんか変なカスタム。いつも見ない感じじゃないかな、これ。パトロールって書いてるから、これが、あれかな？いいやつかな？カスタム武器。なるほどね。レベル6、4。うん、うまいね、今回は。当たりだね。いいね、いい。ちょっとカードキー、皆さん、チェックお願いします。あれですね。寮のベランダと、あれ、どっか。あ、ちょ、待ってください。4回目。うわ、お酒沸きだ、今回。もう、おった。おった。おかおかおか。ニョキニョキしてる、ほんと。プレート、サイドプレート。ちょっと気抜きがあったからね。ないね。プレート埋めだな、ほんと。SE。あ、アタッチメントの質がね、まあ、うんかもしれんけど、ここが一枚かもしれん。SE と結構出やすい気がするの、のせいかもしれん。で、この中のね、光らないからないよ。あ、バランスないかな、ほんとに。ここバランスよく、してるかな。なんていうのないないだ。あ、外れっぽいな。ない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 。光らないから買う気持ちもなしと。ないねー。鉄ごとでこんな感じ。6アーマー今回多い。6アーマー3枚に、5アタッチメントを避ける。っていう感じでした。4回目は。ちょっと渋いね。これは腰もなさそうだし。渋めでは。なるほど。てめえ、カードキー出たいね。出てほしい。出てくれ。うわ、いいね、最初の動きだ。さあ、M1 系のワット。アタッチメント。フライパン上なさそうだな、今回に関しては。フライパン上なしの、サプレート系落ちてますけど、不動品脇なし。プレート、いい。また、こう、動きがすごいいい気がする。これ、これ、こうじゃなかった。アタッチメント系はなかなかいい。あ、来た、いやらしいを聞きました、これ。いやらしい、浮き脇がありますか。でかいね、これ。でかいね、これ。いやらしい脇がありました。あ、シンプルだ。なんかあれじゃない？シンプル。手前。うわ、あるあるだ。あ、やっぱここあれだわ。ここにあれなんかもしれない。カードキーが来たもん、これ。で、まあ、このなんかすごい模試。って感じか？カードキー今回見えなかったけど、隣接向きがあるから、ここが脇っぽいね。以上かな、今回は。ラストが、もう一回捨てる。あ、意味なかった。あるある。武器が3つ、MIA と、なんだこの星。でかいな、本館だ。
長っ。これ交換のやつかな、これ。タスクに使いそうなやつだね。で、プレートは弱すいやつに、なかなかいいアタッチメント系だね。はい。いいんじゃないですか？で、RR がね、やっぱ一番でかくない。ナイス。カードキーはなかったけど、まあまあいいんじゃないかな。さあ、それ、どん、その、そのナイフさ、ちょ、殴ってみてよ、その横の人。ええ？浅い。おお、強い。え、けど長いね。今、この街灯に当たってたよ、上に。うん。結構、リーチ長いんだ。まあ、筋力エリートっていうのもあるかもしれないけど、なかなかだね。強いね。はい、ってことでいかがだったでしょうか。レオンズハイドアウトキーだったんですけど、まあ、うまいね。アタッチメントも結構多くて、プレートも出て、武器系統も出るって考えたら、まあ、他の鍵とあんま変わらないんだけど、多分 RR が湧いてた場所にカードキーも湧くんじゃないかなっていう予想です。他にもね、レオンズハイドアウトキー回ってカードキー出たっていう人いましたら、ぜひともね、コメントの方によろしくお願いします。で、このライトハウスの新鍵以外にもね、そのインチェ、ショアライン、どうだっけ、インチェ、ショアライン、ウツカに新鍵ね、そのレフの新鍵がね、増えてますんで、そっちの方行ったことない人はね、ぜひとも行ってみてくださいっていうかね、動画も出してるんで、動画見て、あ、ここいいの出そうと思ったら、ぜひとも、レフを進めて行ってみてください。まあ、レガメダルだから、その報酬が、アリーナを絶対やらないといけないっていうのがあるけど、まあ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 、なんだろう、アリーナも、結構初めはなんか、どうせ、ね、アクスが飽きるでしょうと思ったけど、まあ結構面白いね、やってて。ランクシステム、レートとかもあるから、ここまでレート上げないと、レフのタスク、信頼度が上がりませんよっていうのもあるから、結構面白いんでね、アリーナもぜひとも皆さんやってみてください。そしたらまた別の動画で会いましょう。じゃあねー。絶滅危惧種のバンプーのチャンネル登録&コメント高評価お願いします。これからも。